こんにちは、たーちゃんです。はい、今回は音声解説として再登場するシリーズということで、こちらの王冠を作りたいと思います。こちらも結構人気があります。こんな感じで色違いも作ったりして遊んでみてください。デコレーションはね、最近ちょっとこういう風にね、100円でいろんな種類が出てるんで、こんな感じでね、最近 100円ショップでこういうのが多いんでね、こういうのをちょっと使ってみてください。はい、では材料を言います。両面折り紙推奨です。両面折り紙15センチ1枚と、3.75センチ、これのねこのサイズが1枚、同じものね、同じ色柄自由ですけど、両面が推奨です。そちらをこれ1枚ずつ用意してください。あとはのりボンドとこの G クリアもよかったら、できたら用意してください。こちらも100円ショップにあります。それとですね、まあ、先ほどのデコレーション、はい、こちらね、あの王冠の上に載せるものはね、これ今回使うのは手芸屋さんで買ったものですけど、こちらもあの100円ショップでいろんなものが最近ね多いんで、ビーズとかも多いんで、そちらもぜひもう自由に使ってくださいね。はい、では折りたいと思います。こちら黄色と赤の両面折り紙を今回は使います。でですね、あの内側の部分には赤にするので、この赤の部分を上にしてから折ります。では三角に折ります。開きます。回転させてまた三角に半分に折ります。はい、裏返します。裏返して今度は四角に半分に折ります。開いてまた回転させて半分に折ります。はい、ではこちら両手で両端を持って寄せるように、引き寄せるように畳んでいきます。こんな感じでね、はい、でしっかりこのここを折ります。はい、次はここ一箇所立ててもらって、このまま開いて潰し折ります。この時ここを人差し指と親指でこうしっかりここを持ってもらって、ここをここの折り筋とここの縁を合わせるようにして、合わせてからしっかり折ります。はい、もしこれが難しいっていう人は、ここをまずこの縁をまず真ん中の折り筋に合わせてもらってから、合わせて折ってもらってから開いて潰し折ります。はい、残りこの3箇所も同じように折ります。はい、では1枚こちらをめくります。めくったらこことここの角を三つ折りにします。三つ折りにするときに、このようにここがここと折った縁とここの折り筋が平行になるようにします。なるべくでいいんで、こことここも合わせます。はい、で一旦開いて、あとの3箇所も同じように折ります。
折ったらここまで戻します。そしたらここの縁より約1センチほど上をこのように折ります。しっかり折ります。折りましたら一度この部分だけを軽く上げてもらって、ここが浮いてるんでこのまま潰し折ります。でこの時にここの折り筋に合わせるか少し外側に折ります。ここより、この折り筋より内側になるべく折らないようにしてください。出ないようにしてください。では、あとの3箇所も同じように折ります。はい。では、できましたら、今度はここの縁、黄色と赤のこの境目の縁をしっかりまた折ります。折りましたら今度は1枚めくってもらって、ここの外側の折り筋をもう一度折っていきます。あとの3箇所も同じように折っていきます。はい、折りましたら一度ちょっと軽くここまで広げます。でここからがちょっと難しいです。この先ほどしっかり折ったこの縁の折り筋をこのように裏返すように、ひっくり返すように折っていきます。でこの時ゆっくり折っていきます。破れる可能性があるのでゆっくり折ってください。でですね、少しこのようにこんな状態でなってても OK です。こういう感じでひっついたまんま、重なったまんま折っても OK です。はい、このように裏返しましたら、少しここのこの部分とこの部分のこの先の部分をもしっかり持って少しずつ広げていきます。はい、次はここの4箇所のこの先の部分のこの赤い部分ね、ここの先の部分を軽くのり付けしていきます。のり付けしたらここの先の部分に貼っていきます。きっちりでもいいんですけど、ここの縁同士をきっちり折ってもいいんですけど、少し隙間を空けても空けた方がいいと思います。ある程度乾いたらこの部分、内側のこの赤い部分を少しこういう風に真ん中部分をへこませていきます。そしたら次はこちら、ここの部分を少しこういう風に両手で持って少しこういう風に上へ上げていきます。軽く折ります。こちらは一旦完成です。はい。はい。次はこちらを折ります。
また赤い部分を上にしてもらって対角線上に折ります。この4つの角を真ん中のこのバッテンの中心に合わせて折ります。そしたらもう一度4つ角を真ん中に合わせて折ります。はい、次この幅のだいたい真ん中から少し上あたりを折ります。こちらも同じように折ります。そしたら次ここのこちらの今度はこの角を少し内側へ軽く折ります。軽くで OK です。そしたらここの先ほど折った部分も軽く内側へ戻します。完成です。落ちたよ落ちたよ。はいはい、次は先ほどの部分をこのパーツを軽くのり付けして王冠に貼り付けます。あとはお好みでデコレーションしていきます。ではビーズをつけます。このようにGクリアを使ってつけます。はい、完成です。よかったら作ってみてくださいね。ではでは、バイバーイ。